まもなく到着です、到着です。結構もう皆さん撤収後の感じですか？まあ多いですね。オープン。私のおきつ丸写しだった。丸写しです。やめてください。中型車の牽引でよろしいですね。中型車の牽引、はい、じゃあカードも一緒にお預かりします。はい、大型車扱いでそのまま処理しちゃいます。今回のお時間、はい、2330円。高い。高っ。ドス曇りです。はい、富士山はね、高速から全然見えなかったんですけど、なんか蜃気楼みたいに影で見えた。晴れてはいるんだけど曇り、雲が多いから曇り。天気予報はまっぱりマークだったんですけど、それとは違いますね。この後だってどんどん天気は悪くなっていくんで、今がマックスいいんじゃないかと思うんですけど、なんとか富士山が見えることを願います。ということで、今日はコールマンタオスを設営して、明日の雨に備えてタープを設営して、ついに DIY で完成したタオスとともにキャンプを開催いたします。イエーイ。可愛くなったタオス家と一緒にキャンプができます。でも壁紙剥がれてました。さっき準備してた時に。あちらが富士山です。バッチリ雲の中ですね。なんでだよ。明日も雨予報なんで。そう、今がマックスお天気がいい状態だです。今回見れないかもしれないですね。そんな、昨日まではすごい天気良かったのに。本当だね。いきなり、はい、今日から崩れるみたいです。そうなんです。間もなく到着です。到着です。まもなく到着です、到着です。結構もう皆さん撤収後の感じですか、もしかして。あー、でもどうですか。あー、どうですかね。多いですね。多いですね。ちなみにですね、はい、ふもとっぱらはですね、はい、トレーラーを引いてる場合はプラス2000円になります。一気に。うん、テントの場合はうちはいつも4000円なんだけど、うん、あのトレーラー持ってくると6000円らしいです。テントに寝ないのに。そう。わ、すごくいっぱいな気がします。本当だね。こっちまで来ると、うわ、めっちゃいっぱいです。もうこれは端っこに行くしかありませんね。4000円でお願いします。トレーラーが入って。あ、そうですね。小さいタイプでしたら大丈夫です。あ、いいんですか。あ、ありがとうございます。何メートルからとかなんですか、重さ。まあ、なんか人が乗れる、その寝れるタイプだとちょっと料金いただくんですけど。あ、そうなんですね。そうです。荷物だけのタイプでしたら基本大丈夫です。あ、でもこれテントのやつなんですけど。大きく、上の方にこう立ち上げていて、今日はここに寝るんですけど。あ、そうです。まあ、これくらいでしたら大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらですね。はい、はい、すいません。マックです。はい、マックどうぞ。はい、ありがとうございます。あれ、4000円だった。なんか、終わっちゃう。終わっと。え、優しい。ありがたいですね。なんか、ちっちゃいトレーラーなら大丈夫ですって。一応これ大きくなるんですけどって一応説明はさせていただいたんですけど、テントのトレーラーなんですって言ったんですけど、うん、あ、これくらいならいいですよって。優しい。大丈夫。乗り出してるけど。場所取っちゃうんで難しいなって感じはします。キャンプはまだまだ大人気なんじゃないでしょうかね。そして
でいい時期なんでね。もう皆さん撤収されてると思いましたね。お昼だし。まだまだでした。まだまだでしたね。今日最終日なんですけどね。連休のこの H エリアに決定しようと思います。なんかお風呂運んでるみたい。チェビ。いい感じかな。いい感じかな。行こう。決定かな。この帽子あったかくはない。これ買ったんですよね、帽子ね。かわいいよね、これも。ビーニーと。そう、チェルシーニューヨークってお店で買いました、うん、はい、場所決まりました。やっと。結局いつもの場所です。H サイト、はい、はい、決まって今から設営するんですけど、富士は見えないんで。そうね、ここら辺に。あっちのけなし山は見えます。あっちの景色も結構好きですよ。ね、うん。お城全然見せてて。うん。そうだね。ではタオスを展開していきます。タオスを展開。このようなスタイルになりました。はい、じゃあこの真ん中らへんが椅子出したりテーブル出したりする感じのスペースですね、うん、そうですね。今オーニングにするかタープにするかっていう感じで、うん、タープの方が、うん、多分居心地はいいよね、うん、タープしますかね、頑張って。とりあえず立てちゃって、うん、タープしようか。はーい。ロック、ロック。あげられるところ。あ、そうじゃん。ままでいいよ。はい、あるかもしれます。ちょっと待って。ありがとう。そこまで出たら下を。
open.私のオフィス丸写しだった。丸写しです。やめてください。え？そういうの。盗撮って言うんですよ。盗撮してた。うわ！盗撮って言うんですよ。こっち側開ける。うん、こんにちは。あ、すいません。すいません。こんにちは。あ、大丈夫ですか。はい。すいません、設定中。いい。アルピン、はい、ちょっとお手伝いできますか。風出てきた。この辺かな。これ立てちゃえば、あとはゆっくりやればいい。もうミコ自由に行き来できるようになってるじゃん。ふう、疲れて疲れてねえ、誰そんな引っ張られてるの。メリー、あんただ、あんた何ねえ、目かわいそうだから、あ、知らん、自分が引っ張られてるのね。違うよな、こう最初からこうしとけんだよね。とりあえず超ヘルシーじゃね。後ろにしたら素晴らしい。とりあえずね、もうとにかくすぐ食べたかったんで。出来合いパーティー、お疲れっす。あー、うめえ。しみわたりさん、今日初ご飯。うん、朝スープ飲みました。お湯沸かしますか。沸かしますか。醤油買ってこないといけないのか。醤油がなんか入ってなかった。気が沈みますね、もう。本当だよ。もう夜ですよ、もうちょっとしたら。もうあそこで沈む。とりあえず醤油行こうか。じゃあ暗くなるから行きましょうか。あ、じゃあ食べちゃいます。うん、いいのこれ。うん、いいよ。いや、それでは受付に、それでは売店に行きます。醤油を忘れました。刺身を買ったのに醤油を忘れました。けなし山がね、紅葉めっちゃしてるんですよ。結構インスタ見てると、けなし山の風景の方が好きっていう人も多いよね。うん、多いよね。結構初めてふもとっぱら来た方とかも、城の山がすごかったみたいな、うん、って言ってる方もいらっしゃいますよね。よいしょ。たこ焼き売ってたよ。ちょっと売店で醤油買ってくるから待っててね。吠えてる。あ、なんだあんな明かり。醤油売ってる。売ってる。私は休みの処分は有料です。あ、よかった。割とでかいけど。いい。
あってよかったね。そういうことで醤油をゲットしました。すんませんね、うん、ワンって言ってたでしょ。吠えてた。うん、わかりやすい。吠えてました。誰もいないのに吠えて戻るよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。落ち着いた。今回のレイアウト、うん、説明していきたいと思います。初のですね、タオス夫婦キャンプでございます。はい、念願の、はい、DIY も終えて、はい、あとね、ちょっとドアとか残ってる部分はあるんですけど、うん、一応終わり、まあ、そうですね、うん、掃除もちょっとまだ行き届いてませんが、うん、うわー、雪虫真っ白。念願のですね、タオスでのふもとっぱらにやってきました。うん、はい、はい、今日のコーデこんな感じです。はい、タオスプラスここにちょっとテーブルとか出しただけなんですけど、うん、何が一番手こずったかっていうと、これこのタープ、このスモアのタープを上に貼りたくてちょっとこんな感じでかぶせたんだけど、あんまりね前に貼り出さないという。いや、なんか雨が降るから多分、うん、ギリギリだと濡れちゃうしっていうんで、タロちゃん結構かぶしてくれたんだけど、うん、そしたらなんかちょっとかぶせすぎた。ちょっとこの辺はね、またお勉強しながらやります。まあでもこのオーニングの幅を考えたらダントツ横に広いし、うん、そう、ここにね、もともとのオーニングがついてるんだよね、うん、はい、これが結構幅が、この今スモアのやつこれの半分ぐらいしかないんですよ、うん、だから結構一回広げてみたんだけど狭くて。そうだね、もうほんと今のこのぐらいしかないよね、出せない感じかな、うん、ちゃんとキャンプするときはこういう感じにしないといけないかなと思って。でもあとさっき太郎ちゃんが言ってた面白いのが、うん、セビー、タープ、タオスってしたら、うん、ああ、つなげる、濡れないねみたいな。確かに。皆さんだったらどうしますかね。まあそれも今度やってみて、うん、でここは焚き火コーナー、うん、ケンビルのうん、透明の焚き火台を久々持ってきました。はい、ちょっとね、雨降んなければ焚き火、うん、夜やろうと思うんだけど、はい、うん、チェアはオンウェイの、うん、これオンウェイの椅子持ってきてます。はい、うん、でその後ろにフィールドラック2段重ねで物置として棚を置いてます。はい、上にはランタンを置いてます。うん、これは802コラボのシェルシェード、うん、はい、今日出してみました。おお、ほら、かわいい。綺麗ですね。このさ、波が白いからオレンジより、なんだろう、いい感じに発色する、うん、これね、風が吹くと風鈴的な貝殻の当たる音がすごい癒される感じで、こっちはゴミ箱、ゴミ箱を今日格上げされて、うん、女2段のラックの頂点におります。雨対策です。そんなところで、この間そこのガス管を CB 管に変えたので、うん、ここね、ここにセッティングしました、うん、ね、これ雨濡れなくていいですね。ここ、そうそう、ここにね、屋根があるんで、うん、ここのボックスとかも濡れないように一応なってると。下に置きました、うん、向こう側もね、下が置けるから、うん、これめっちゃ便利よね。ね、めっちゃ便利。ボックスとここに薪とか置いてます。はい、こちら、はい、チャイハネのクッションで、うん、あ、コラボクッションですね。そう、斉藤夫婦といろいろデザインを一緒に考えたコラボクッションです。はい、ついに商品化されました。はい、ここにですね、こうやって斉藤夫婦×アミナのロゴが入っております。かわいいです。かわいいよね。もう販売開始してるはずです。はい、うん、ちょっと詳しくはチャイハネの情報を見てもらえたらと思うんですけど、うん、はい、結構ね、前使ってたサンプル多分ずっと動画に出てたと思うんですけど、うん、それより肉厚になってて。そうなんだよね。あとここにロープがついてます。顔突っ込んじゃってるじゃん。顔突っ込んじゃってる。でこれもね、2個目にかけてるのもチャイハネのブランケット。そう、ノマディブランケットをかけてます。犬サイズにちょうどいいっていう、お気に入り
なのよこの2人。もうこれを持ってたらすごいもん、ニコが、ね、自分のだっつって。遠くから全体見るとこんな感じでいいんじゃないですかね。かわいい、かわいい。あ、ちなみにこっから電源取ってます。シェビーの中にポータブル電源が入ってますので、そこから電源取ってます。ここもつくよ。え、あ、つけた反対側こんな感じで、スケスケです。今スケスケでは、お邪魔します。どうぞ。これ増えてますね。そう、コスタカーさんだっけ名前、かわいい海系の雑貨屋さんがあって、そこでゲットしました。あの靴で乗っていいやつね。そう、ここまで行っていいってことですね。そう、あのよくある重いさ、コイヤーマットみたいんじゃなくて、軽くてゴムでわーって洗えるやつ。うん、ここはね、汚れても、うん、こうほら下まで浸透しないようになってるから、うん、めっちゃいいよね。うん、雨に濡れても大丈夫ですね。はいはい、中入ってきまして、これ買ったんだよね。そう、これカインズで、うん、サンキュッパとかだよね。うん、こう棚として収納も可能で、仕切りもついてる、うん、階段です。犬用階段、犬用階段。ニコメリが降りれなくなっちゃうんで、うん、ここから、うん、これで好き勝手行けるようにしました、うん、しかも使わない時は畳める、この箱全部出せば、うん、ペタンって薄くなります。はい、便利。はいこの階段使えるんだよね、兄。で、ここがですね、バッテリースペース、うん、で、温度計、中が16度、外14度。おお、もうそんな低いんだね、うん、まだね、でも全然快適、全然、うん、で、こっち側が、これがダイネット。ここで今日は、食べるんだ、うん、これが新アイテム。そう、今は、お鍋しかついてませんけど、これを外してたこ焼きとか、鉄板とかもついてて、スリーウェイで使える電気のタイプのお鍋です、これをね、次の動画で、はい、ちょっと今日はおでん、イエーイ、静岡おでんだよやりますので、イエーイぜひぜひ次の動画も見てほしいんですが、はい、はい、こんな感じでやります。電子レンジと同じ色、そうだ、シェビーに置いてあるトフィーの、ね、こっちが寝室です。はい、はい、いいよ、ふかふか、あ、ふかふか、これね、2枚重ねてるからね、うん、今回、はい、一応ストーブ、ガスストーブは持ってきてるんだけど、うん、あと、まあ、使えるかは分かんないけど、あの FF ヒーターもあるんですけど、うん、寝るときは行って寝ようと思ってるんですよ、はい、一応寒さ対策として新しくですね、新アイテムはこちら、じゃん、ホテルキャンプスさんです。イエイ、はい、これ去年もね、ホテルキャンプスさんのブランケットとか使ってるんですけど、はい、うん、今回これは何だか分かりますか。分かんないっす軽い、なんだよね、うん、シュラフカバーです。入れ物もかっこよくないですかね、ホットブランケットシュラフっていうんだって。へー、あと入れ物もちょっとね、あの大きく作られてて、うん、ちょっとそこパチパチって当ててみ、どういう感じになってるのか。あ、こうやってねじねじねじってなってるんだ。そう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 。へえ、締めやすい。で、上がパチンパチンって止まってる。うん。ボタンで。お？と、かわいい色。わあ、こういうことか。そうそう、なんか封筒シュラフ型になってるんだよね。あ、本当だ。で、その中にシュラフを入れるって感じみたい、うん、あったかそう。あ、しかも中、うん、そう、ボアになってて、うん、すごいいいよね。すごい、外はキルティングっていう感じの生地で、吸湿発熱ボアって書いてある、うん、中材アルミシートって書いてある。外側は撥水仕様で汚れにくい、ってことです。ちょっと光沢感のある、うん、生地ですね、うん、で、一人の場合は、うん、この中にシュラフを入れて、はい、寝るんですけど、はい、
2人の場合は2枚連結できる。え、そうなん、うん、らしいです。とりあえず2枚出してみようか。はい、なんかしまいやすそう、この袋。そう、なんかでっかい袋っていいよね、うん、で、ぐるぐるぐるってちっちゃくなるから、うん、最後にシュッてすればいいっていうのはいいな。で、ちょっと1個開けてさ、うん、その中にシュラフ突っ込んでみようか。ほい、今ここに挟んでみました。うん、シュラフを。そう、こういう感じで使うらしい。え、これ絶対あったかくない？これでインナーシュラフならぬアウターシュラフみたいな。確かに。もこもこしてる。チョココロネになった気分。あ、もうすでに暑いです。すごい。一緒に寝たくてうずうずしてるんですか？2個来る？一緒に寝たいの？やばいよ。よいしょ。におい、でおいでおいで。やっぱこうやってワンコが来ると、まあやっぱ狭いじゃん、なんで2枚つなげて使えるって言ってました。本当に布団みたいになるんじゃない？2枚つなげた中にシュラフを入れるんですか？そう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 。それはすごいじゃん。お、来た来た。どういう状態だ？どうなってんの？全体像が全然わからないですね。ね。あ、こういう感じで。あ、そっかそっか。敷布団とこの掛け側。うん。掛ける方。あ、敷く方と掛ける方で分かれました。あ、なるほどね。こういう感じ。左右で分かれたこの今までのシュラフと違くて、うん、上と下で分かれてて、そうそうそう、チャックが左右にあるんですね。うん、でもその方が出やすい。暖かくない？そう、出やすいし、真ん中が空いていかなくてよくない？うん、え、見てください、この広さ。え、やばい。あ、これでワンコ入ってもいいじゃんっていう。見に行ってきたら？できたって。行ってくれば。おいで。うん、行ってみて。うん、入れる入れる。入れる入れる。入りました。ちょっと。ニコのテンションがやばいです。メリメリ。メリさん。これで、うん、このカップラーも入るっていう。これが、うん、ごそっと。ごそっと入る。すごいね。もう絶対あったかいよね。絶対あったかい。まあ、それか、うん、シュラフは一人ずつで入って、はい、でこれは2人で入って、2個メリがここの中に入れば、あ、いいねいいね、こうかぶせられるし。確かに確かに、良さそうだよね、うん、あ、めっちゃいいじゃん。そうねそうね。あ、このダブルの使い方めちゃくちゃいいです。これ新しい、めっちゃいいね、うん、でこれをね、今回ちょっとご提供いただいたので、うん、使ってみたいと思います。ありがとうございます。はい、ちょっと使用感に関しては明日の朝になってみないと分かんないので、うん、次の動画でね、感想をお伝えできたらなと思います。はい、はい、富士山の代わりに綺麗なピンクの雲が見えております。わあ。本当だったらこっから富士が見えるはずだったんですが。そうなんですよ、うん、今日はちょっと見えませんので。まあでも、うん、麓っぱらの空気感好きなんで、うん、はい、ということで。寒くなってきた。寒くなってきたね、うん、こんな感じでですね、今日はあのキャンプやっていきたいと思います。静岡おでん楽しみたいと思います。あ、そうですね、あのさっきのね、ホテルキャンプスさんのブランケットですね、概要欄の方に詳細載っておりますので、ぜひぜひ気になった方チェックしてみてください。そしてキャンプ飯おでんの動画は次の動画になりますので、ぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。よろしくどうぞ。はい、それではまた次のおでん、次のおでんじゃないや、次のまあ間違ってない。次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。斉藤でした。斉藤でした。ああ、おでんしか頭にないやつだと思われそうじゃない？いや、そうだったんじゃない？焚き火もやりたい。あ、やりたい。雨降ってないしね。